はい。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。よし。
ここ。ちょっと待ってて。見て。隠し通路、7番街スラムまで繋がってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあ、もう行く？ああ。はいよ。ティファ。無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？わかった。はいよ、よ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所。ねえクラウド、大切な人でしょ？助けてあげなくちゃ。追いかけよう。